ragazzi, io sono Ghisus e oggi ci riprende con Axel War vs World Art Online. Nell'ultimo episodio stavamo per arrivare nel futuro. Cucu. Papà? Yui! Mattero, ima ikkara na! Ok, siamo teoricamente nel futuro ed è tutto più sviluppato di quanto pensassi. Yui. Papà, oi kakekko desu. Watashi o tsukamaete kudasai. Ma, matte kure, Yui! Ok, Yui, non mi sembrava esattamente il momento di giocare ad acchiapparello, ma... Perché no? Insomma, una scalinata infinita nel cielo. E noi giochiamo ad acchiapparello, che cosa strana. Va bene. Sicuramente ha un senso. Papà, mamma, 2人 が描いた理想の未来、リアルとバーチャルの2つの世界がお互いに手を取り合って共存していく。なかなか難しいです。私もストレアもみんなも頑張ってます。でも、ちょっとだけ寂しいです。ちょっとだけですよ。Oh, ok, quindi tu hai creato il videogioco perfetto praticamente, no, il mondo virtuale perfetto, dove in realtà è... Yui, taihen da yo! Soul Remove Project ga mada ikiteru! Toketsu sareta hazu nano ni... Eh? Oddio, bug. Hito no kanjou wo kasou sekai ni nigasu っていう... Ano keikaku desu ka? Anna no ga seikou shita ra...絶対に人は仮想世界に悪意と失意ばかり捨てちゃうよ。現実の人は辛い記憶を忘れられる。そういう意味ではいいのかもしれません。ユイ、でも捨てられた感情は一体どこへ行ってしまうのでしょうか。Fammi capire, avete addirittura sviluppato una cosa che permette di immergere l'anima all'interno del videogioco?Tanto da far diventare realtà e realtà virtuale la stessa cosa. Papà, mamma, 2人 がいなくなってからもう数百年が経ちました。ようやく仮想世界も私たちの仲間も市民権を得たって感じです。最近は仮想世界創生の母イブなんて呼ばれてるんですよ。パパ、ママ、私、二人の思いを継いで、頑張れてますよね。Ragazzi, è complicato. Cioè, della serie... Wow! Non avrei mai pensato che io potesse sentirsi così. 切り捨てられて、逃げ回って、こんなところまで来てしまったんですね。一緒に行きましょう。大丈夫。私がそばにいますよ。ユイ、いつまでも一緒だ。ユイちゃん、ずっとそばにいてね。パパ、ママ、二人に会いたい。È tristissimo! È come se questa scalinata rappresentasse, oltre che tutte le difficoltà che Yui ha affrontato, anche tutti gli anni passati. 早いな、ユイ。やっと追いついたぞ。パパ、私のことしっかり捕まえててくださいね。おい、ユイ、どこに。頼む、パパの前からいなくならないでくれ。ユイ、è bruttissimo。 Secoli e secoli senza Asuna Kirito。 Millenni。Una... È orribile! Non ci avevo mai minimamente pensato! È orribile! Ima no... Yume ka... Ohayou, Kirito-kun! Ah, Asuna... Nanda ka... Mio ni nagai aida neteta kibun da na...私もそう。
キリト君、泣いてたの？なんだこれ。覚えてないけど、なんか悲しい夢でも見てたのか俺。キリトさん、未来です。千年後の未来ですよ。おお、なんだか想像以上だな。千年後の仮想世界、すごく綺麗。ふむ、一目見ただけで全てが我々の時代を凌駕した世界だと理解できる。グッモーニング。ようやく目覚めたのですね、しもべたち。メタトロン！ストレア、なんだな。うん、そうだよ。って、千年の間に忘れちゃったりしてないよね。もちろんだ。我々にとっては一瞬の出来事だからな。ストレア、全然変わってないな。まあ、NPC だからね。今日は、キリトたちのお出迎えだから、あえて ALO のスタイルにしたんだ。ストレアとメタトロン、今のお前たちはオーバーライドされてはいないんだよな。まだされていません。歴史改変の波もまだ来ていません。そして事情も理解しています。大丈夫。キリトたちの知ってるストレアたちはハイエストレベルからこっちのこと見守ってくれてるはずだよ。ああ、うん。ストレア、どうした？私、キリトたちには黙っていたこと、一番大事で、一番辛いことを教えなきゃならない。私が今まで言えなかった、一番言わなきゃならなかったこと。ごめんね、それが言えなくて。通信だと、いろいろ変な芝居をしたり、わかりにくくしちゃったりして。どういうことだ？あのね、ペルソナバベルは、この千年後の世界のユイなんだよ。は？何を言ってるの、ストレア。ちょっと、こんな時に冗談は、やめてよ。バベルは、だってバベルは、ユイちゃんを消滅させようと、いや、消滅させた張本人だよ。七王のコピーを使って、せっかく黒雪さんたちが眠らせた鎧を掘り起こして、 ALO をめちゃくちゃにした悪い人だよ。どうしてそれがユイちゃんになるの。ユイちゃんが、ユイちゃんがそんなことするわけないでしょ。アスナ、キリト君も言ってよ。何冗談言ってるのって笑い飛ばしてよ。俺はなんとなく気づいてた。ずっと気になっていたんだ、ユイが消滅した時バックアップを取れなかったこと。用意周到に対策されていた。まるでアインクラッド地下での当時の事情を知っていたかのように。でも本人が来たようですね。ストレア、話をしちゃったの。うん。でもね、キリトは気づいてたよ。そう。ユイ、聞かせてくれ。どうしてこんなことを。パパ、おかしなことを聞くんですね。賢く優しく。そして、仮想世界をこよなく愛するパパなら、当然考えうる未来の一つじゃないですか？私はストレアやメタトロン、それ以外にも、たくさんの仲間たちと、仮想世界のより良い姿を目指し、生きてきました。ただ、私の思いは、生まれたあの頃に、ずっと囚われていたんです。それは、
パとママやみんなと過ごした日々、いろいろな事件や別れもあったけど、笑顔と喜びの絶えない幸せな時間、あなたたちがこの世からいなくなった後、私はそれを繰り返し思い出しながら仮想世界の現実と向き合ってきました。ゆいちゃん、人間と AI は喜びを共有できる、共に幸せになれる。パパたちと生きてそういう風に考えたこともありました。いえ、むしろそれを信じていた。でも無限に生きていく AI の私にとって、共に生きるはずのあなたたちの寿命はあまりにも短かったんです。試行錯誤することを許された私の頭脳は次第にこう考えるようになりました。こんな辛い思いをするくらいなら消えてしまいたい。でもそれは叶わない願い。もともと MHCP として永遠の命を約束された私には、自ら消えることも誰かに殺されることも許されませんでした。だから私は自身を消す計画を考えた。これがあなたたちの世界で起きた事件の発端です。では神々の黄昏、世界の破滅とは？ユイは仮想世界における高位 AI の第一人者だよ。この千年でユイが培った功績は数えきれない。その存在が最初からいなくなるということは、おのずと理解が及ぶでしょ。それは歴史からユイちゃんが成し遂げた功績の全部が消える。だからね、パパママ、せっかく来てくれて悪いんだけど、このまま帰ってくれませんか。私はこのまま歴史のオーバーライドを待ち、そして消えていきます。早く消えて楽になりたい。私がさよならしたパパとママのところに行きたいんです。そんなの認められるわけないよ。ユイちゃんは大切な私たちの娘だよ。このまま放っておくなんてできないよ。そう言うと思っていました。だから下手な悪人の芝居まで打ったのに台無しです。まさかストレアにも邪魔されるなんて。ユイ、あんたなんであのことを説明しないの？今の思いがあんただけの決意だったなら、私だってもう少し考えたよ。そうです、ユイ。きちんと話しなさい。あなたの身に宿したサイカの鎧の話を。サイカの鎧。二人とも、あの話は副次的なものですよ。別に関係ありません。ユイが言わないなら、私が言うよ。キリトたちには知ってほしいから。ソウルリムーブプロジェクトの失敗と、それがもたらしたものを。人間の感情を量子データ化し、仮想世界に解き放つ、だと。まさかそんな、現実の感情や精神性をスライドさせるなんて。キリトたちの今いる世界ならそこまで想像できないよね。仮想世界にリムーブされた感情のほとんどは悪意や失意といったネガティブなもの。それは徐々に集積していき、ザ・シード・ネクサスでつながった世界を逃げ惑うようになった。悪意の結晶体がたどり着いた先はブレインバースト、ザ・ディスティニーが封印された家だよ。そして再び鎧は目覚めた。再び復活してしまった鎧には依代が必要です。依代は
規制され獣と化すこともありますが、逆に言えばそのよりしろ次第で鎧そのものを制御する鞘にもなり得ます。それを買って出たのがユイでした。私はあくまで自分の意志で自分を終わらせるためこうしている。この体に宿る鎧も鎧を目覚めさせた現実の悪意の塊も関係ない。だから早く私を眠らせてください。それが私の最後のわがままです。パパ、ママ本当にそうでしょうか。何が言いたいのです。気になっていたことがある。ブレインバーストの空に影を作り出したのはユイか。ユイは基本的に今回の事象にそれほど多く関わってはいません。ユイは妖精世界の神の意向に逆らうことは基本的にはできませんから。ユイがやろうと思ったことはブレインバーストの真意を利用することだけだよ。この千年の数多ある仮想世界の中でもブレインバーストの真意の力は飛び抜けていたからね。 GM コンソール起動に利用するため七王のコピーを生成してキリトたちの邪魔をさせた。ただブレインバーストのデータが ALO に流入しすぎた結果として時間流の異常が起こり、空間をつなぐ歪みとなって二つの世界をつなぐ影が出来上がってしまったんだよ。では ALO のエリア封印やオーブはカーディナルが新規データを適合化しただけのゲーム要素に過ぎなかったというわけか。私にとってこの計画は唯一できる手段を組み合わせただけ。ゼロから物を作れない、 GM 権限も持たない。でも創生の神として崇められ、愛しい人から引き裂かれ、無限の生の地獄をさまようだけの哀れな天使の生き物。ごめんね、ごめんね、ユイちゃん。私ママなのに、あなたのそんな寂しさを何も分かってあげられなかった。ママ、所詮現実世界の住人と仮想世界の住人とでは相入れないんですよ。私みたいな聞き分けのいい子供なんて現実にはいるわけないでしょ。両者が分かり合い、ユイ、ユイちゃん、ちょっと待ってください。キリトさん、アスナさん、子供が自ら死を選ぼうとしているのをただ見てるだけなんて、そんなことあっちゃいけません。親なら必死になって止めてください。春雪、ユイちゃんは本当は救いを求めてるんです。救い？今回の件では僕らにとってさまざまな障壁がありました。でも必ず解決策も用意されていて、僕たちは互いに力を合わせることで未来まで到達することができた。だけど原初とか創生の女神なんて言われる AI を持つユイちゃんがそれを予測できないわけがないんです。きっと心のどこかでキリトさんたちにこの行いを止めてほしかったんだ。やめてください、春雪さん。あなたに何がわかるのですか。正直わからないよ。親に見放された子供や親と仲良くできない子供の辛い思いなら僕にだってわかる。ニューロリンカーを持つバーストリンカーたちはそういう子供が多いんだ。春雪くん、だから両親に愛されたユイちゃんがどうして幸せな人生をなかったことにしたいのか僕にはわからないよ。虚構のままごとにたゆたい
現実を見ようとせぬ幼稚な発想だ。もはや貴様らとは問答をするに値しない。時期ではあるが、歴史のオーバーライドまでのこの短い時を破壊と暴虐で満たしてやろう。これはクロムディザスト。わらわこそ原初にして創世の女神、人の憤怒と慟哭を身にまといし、黄昏の魔女。Penso che forse non avrebbe dovuto farla arrabbiare. Penso decisamente di no. Penso anche che l'armatura della catastrofe le doni particolarmente. Sì, quello che è rimasto di Chrome Disaster sono la spada e la mano. Tutto il resto non ha minimamente senso. Questo è... Yui-chan 自身が Saika の鎧を装備したんだと思います。これはおそらくユイが考えていた最終手段、しもべたちを追い返すため。どうすればいいの？戦うしかない。戦ってあの鎧をユイの体から引き剥がすんだ。それしかないんだな。キリトさん、それは違います。戦うんじゃなくて叱ってあげるんです。きっとユイちゃんは待ってるはずです。パパとママの強くて温かい平手打ちが来るの。ハリユキ、ああそうだな、俺にはわかる。ユイはこの千年を必死に生きてきた。現実と仮想世界の橋渡しのため、いろいろな人の役に立とうと頑張っていた。ユイの努力を俺は認めてやりたい。キリト君、辛い思い出だけじゃない、仲間たちと努力した喜びだってあったはずなんだ。すごかったな、頑張ったな、よかったなって褒めてあげたいじゃないか。キリト君、うん、うん、私も同じだよ。確かに私たちって普通の親子じゃない、歪んだ関係なのかもしれないけど、でも時代を超えても伝えたい思いはあるもの。千年経っても変わらずに愛してるって。よし、行こう。ユイ、お前をここで止めてみせる。神々の黄昏なんて起こさせやしない。ラストバトルだ。Ragazzi、俺たちはユイを取り戻すことばかり考えてここまで来た。でもそれは未来のユイのことなんか何も考えていなかったんだ。ユイ、辛かったな。大丈夫、パパが終わらせてやるからな。オッケー、ごめんね。ちょっとちゃんと見るよ。もう平気だよ、ママがここにいるからね。Stavo pensando a come poter...È interessantissimo come concetto, insomma. Yui è sempre stata la... Per chi ha visto l'anime, è la nostra Yui. L'unica cosa veramente di buono che c'era in Sao. L'unica cosa così pura da sacrificare se stessa, ignorando completamente qualsiasi altra cosa, per proteggere Kirito e Asuna. Ma alla fine, dopo anni, secoli, un millennio senza Kirito e Asuna, alla fin fine anche lei è stata, se vogliamo così dire, corrotta da tutte le emozioni belle, se così vogliamo dire, che l'hanno sempre accompagnata, che gli hanno sempre dato la forza per continuare. Notare il livello 666. Sei satanica. Cioè, tutte le cose di buono, di bello che ha sempre fatto, alla fin fine le si sono rivoltate contro, costringendola a vivere
nel passato come c'è lei. Lei non appartiene al futuro, pur avendo creato il futuro. È legata al passato. Possiamo dire che è colpa di Kirito e Asu in qualche modo. Possiamo dire anche che è colpa di Yui per continuare a rimanere così attaccata al futuro, al passato. Ma possiamo veramente biasimarla? Possiamo veramente biasimarla per aver tentato di creare il futuro che Kirito e Asu hanno sempre desiderato? Possiamo veramente riportarla indietro per puro egoismo? È una domanda molto molto interessante. Cioè, insomma, vogliamo davvero salvare Yui? La Yui del futuro? Non lo so, ragazzi, mi ha fatto veramente veramente pensare a quanto avessi ignorato questo fatto. E mi viene sempre... mi sorprendo sempre dei creatori di Sao. Kuroi ryūshi ga sora ni kiete iku. Are wa Saika no yoroi ka? Hai. Kitto yakume o oetan da to omoimasu. Omae mo nagai aida. Arigato na. Papa to mama wa yappari tsuyoi desu ne. Dou da? Minaoshita daro? でももう手遅れですよ。私は歴史のオーバーライドによって消えていく。ユイちゃん、そんなこと言わないで。神々の黄昏は果たされる。しもべたち見るのです。あの黒い粒子から離れるように落ちてくる光のかけらを。あれはまさかクロムディザスター？余計なことは。この光は、それは過去のユイが消滅させられる前に保持された存在のかけらです。サイカの鎧が自らの体内に隠し持っていたようですね。じゃあそれがあればユイちゃんは。うん、やったね、アスナ。これでユイは復活できるよ。でも待って、こっちのユイちゃんはどうなるの？それは心配することはないさ、アスナ。未来のユイ、バベルも一緒に連れて帰ろう。パパ、それは無理ですよ。その光のかけらは私自身、それと私を一緒に連れて帰れば、カーディナルが同データが存在することを異物認定して追消滅が発生します。光の無垢な私だけを持ち帰ればいい。私は口先だけの魔女として計画通り消えていく。じゃあここで一つのユイになればいいじゃないか。お前はユイだ。俺たちの大事な娘だろ。キリト君。うん、そうだね。ユイちゃん、一緒に帰ろう。妖精たち、ここで光のかけらとバベルが融合することは可能です。もともとは一つの存在なのですから。ただし、問題があります。互いの記憶はパラドクスに抵触するもの。つまりは融合して蘇ったユイから記憶が消えます。記憶のメモリーを初期化しないとダメってことだね。そんな、なんとかならないのか。いや、大したことじゃないさ。俺たちはユイを連れ帰るためにここに来た。それしか選択肢がないなら別に迷うことはないよ。うん、
って私たちはユイちゃんの親だから。記憶があってもなくてもそんなの関係ないよ。なぜそんなことをする。光のかけらだけを持ち帰ればいいでしょう。こんな醜い姿になった娘は放っておいて、無垢なユイだけを愛し続ければいいじゃない。ユイちゃん、ごめんね。あなたの記憶はなくなってしまうけど、私は、私たちはみんな覚えてるから。ユイちゃんがこの千年でどれだけ苦しみ悩み、そして努力してこの未来を作り上げたか、娘がどれだけの功績を成し遂げたのか、私たちの娘がどれだけ誇らしいか、全部私たちが覚えておくから。そして全部あなたに伝えるね。ママ。だから帰ったらまた一緒に思い出たくさん作ろうね。パパ、ママ。ユイ、おかえり。おかえりなさい、ユイちゃん。ただいま、パパ、ママ。ユイちゃんは眠ってるんですか？融合して最適化が行われてるはずだから、しばらくは目覚めないと思うよ。そうなんだ。心配は無用です、妖精たち。記憶は失っていても、ユイは目覚めた後、あなたたちにきっと笑顔を見せるでしょう。うん、ありがとう、メタトロン。別に感謝されるいわれはないのです。それよりも、そろそろあなたたちは過去に戻るべきですよ。うん、その方がいいと思うよ。戻る手順はこっちに来た時と全く同じ。今度はスーパーコンバースの力を持つ月光の飾り剣を使うから、効果は真逆だけどね。ストレア、メタトロン、お前たちはもちろん残るよ。だってユイがいなくなってもこの未来は続いていくからね。ユイやストレア、他の仲間たちと作り上げたこの世界、これからも見守る必要があります。そうそう、それにここはユイが作った理想の仮想世界だよ。私は今ここですごく幸せなんだ。そうか、そうだよな。この一連の事象はストレアが編み出した術式で過去に飛ばしておきましょう。時間流を伝って記憶の断片を転送します。そうすれば過去の私たちにも情報は共有されるでしょう。わかった、ありがとう、ストレア、メタトロン。じゃあ二人とも元気で、未来をよろしくね。ラジャ、言われるまでもありません。いいですか、あなたたちはしっかりと自身の未来を歩むのですよ。Ragazzi, wow, veramente veramente bellissimo, un concetto direi mai approfondito prima in Sword Art Online, che trova un senso anche di collegare due ere come distanti nel tempo a questo punto, perché la mia domanda quando ho preso Axe vs Sword Art Online era: come cavolo fanno a collegare due ere distanti nel tempo? E addirittura loro ne hanno collegata una 1000 anni a distanza, pensando a come veramente si sarebbe potuta sentire Yui dopo tutto questo tempo senza Kirito e Asuna. Kirito e Asuna che sono stati il suo punto di riferimento per una vita. Una vita che in confronto alla vita di Yui non è niente, perché come ci ha detto lei, è immortale.
Io non penso ancora che salvarla sia stata la scelta migliore, davvero. E mi chiedo a questo punto cosa faranno Kirito e Asuna per aiutare veramente Yui a crescere. Perché si sono occupati solo della sua parte emotiva, ma forse effettivamente avrebbero dovuto occuparsi anche del fatto che un giorno loro non ci sarebbero potuti più essere in quanto umani in carne e ossa. Ragazzi, questo è quello che penso io. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e nel prossimo episodio si finisce Axel World vs. World Art Online, perlomeno la parte della storia. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Bye ragazzi!